ルディ・ストライカー12は回転式断層を持つ暴動鎮圧戦闘用の12ゲージ3弾銃である。別名ストリートスイーパー。1980年代初頭にローデシア出身のヒルトン・ウォーカーが設計した。ウォーカーはその後南アフリカに移住。本銃は価値を認められ世界中に供給された。しかし、 回転式断層はかさばる上に相談時間が長く、基本的な動作にも欠陥が残っていた。ウォーカーは1980年代後半に、これを設計し直し、断層のスプリング回転機構を外して、自動廃車や機構を追加した。新しい散弾銃は、プロテクタと命名された。回転式断層を採用しており、構造は回転式拳銃に似ている。 ダブルアクショントリガー及び拳銃と比較して非常に大きく重い断層が採用され断層を回すための全イ式スプリングが装備された。だが、この構造はトリガーの引き段や張力が軽減される一方で装填速度が遅く実用的でないことが判明した。現在はコッキングレバーがバレルの右側にあるように設計変更されている。 最初に設計された設計は面倒で操作に時間がかかると批判された。相談は一発ずつ装填する必要があり、断層を回転させるために全枚式スプリングをあらかじめ巻き上げておかねばならなかった。バレルの右側にはハイサヤのためのエジェクターロッドがあった。最新設計ではスプリングによる断層回転構造は廃止され、エジェクターロッドは 自動配車や構造に置き換えられ、ロッドのあった位置には自動的に断層を回すコッキングレバーが取り付けられた。12発の装弾数と全長の短さは散弾銃としては際立った特徴である。ありがとうございます。